ナオチンです。ドラクエモンスターズ3やっていきます。よろしくお願いします。さあ今日はこのモンスター作りました。使っていきましょう。これ邪神ニズゼルファーですね。サイズを S と L 作ってます。でニズゼルファの攻撃を、終末の炎ですね、敵全体に非属性ダメージを与えて時々一ターン動けなくする。でこれ次のターンで発動するんですよね。なので、ジバルンバと同じような使い方ができるのではないでしょうか。まだね、スキルは完全には作ってないんですけども、まあ、とりあえずどんな感じなのか使ってみましょう。ステータスだけはカンストしてます。はい。ちなみに特性はこんな感じですね。S サイズは闇のコツ、ヒーブレイク台、闇の波動となってまして、ヒーブレイク台がついてるので、終末の炎と相性が良さそうですね。で、L サイズなんですけども、それに加えて、二回行動、ギャンブルボディ、そして秘めたる力ですね。3ターン目から強くなるっていうやつと、ギャンブルボディはね、発動するときしないときがあるんですけども、しまくるとめちゃくちゃ強い。そして2回行動ですね。はい、こんな感じです。それでは実際に戦っていきましょう。どんな感じでしょうか。終末の炎だよね。あ、イオグランでも一応いける。いや、でも、これだわ。間違いない。終末の炎で身代わりしていきます。次のターンだからね、一発目で仕掛けて二発目で、はい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 、ジバルンバ OK。 あー効く効くよね。でも大丈夫、終末の炎いいね。あれ、え、ちょっと待って、これ違う、降ってくるけど、あ、これジバルンバと違うわ、違う違う、あーなるほど、これは、あ、なるほどね、次の攻撃の時に、炎が降ってくるんだ。あ、これはちょっと、良くないんじゃない？うん。ジバルンバみたいに、次のターンで全部発動するんだったらいいけど、違うもん、これ。うん。自分が2回行動しないと、ダメなので、うん。これは使えない。ダメージはね、多分、悪くないんだと思うけど。使えないわ。いやー、でもなんか使い道ないかな。こいつだけの、固有スキルなんでね。どうなんだろう。はい、ということで戻ってきました。今日はですね、邪神ニズゼルファ、使ってみました。終末の炎、そうね。対戦で見ないはずだ。うん。これはジバルンバとは違って、本当に自分の次のターンで、攻撃が発生します。なので、ちょっと使えない。うん。ジバルンバと同じで、もう完全に、次のターンで発動するような感じだったらいいけども、これじゃダメだ。うん、で、ニズゼルファ自体は、なんかね、闇のコツとヒーブレイク台。これがちょっとね、噛み合ってないんですよね。ヒーブレイク台だったらば、火のコツの方が良かったんですけども。もしくは闇のコツ持ってるので、闇ブレイク台の方が良かったけども。ちょっと噛み合ってない気がしますね。はい。まあ、強かったら良かったんですけども、ちょっと、使ったところ微妙かなと思いました。はい、今日は邪神ニズゼルファでした。
ということで、またやっていきます。チェックをよろしくお願いします。そして、チャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。